はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆすひこです。それでは今回なんですけども、PayPayフリマ、PayPayモールが今年の秋からヤフオクの半額キャンペーンも実施中ということで、今回は PayPayが秋から新サービスを始めるということと、そしてそれに関連して PayPayとヤフオクが半額のキャンペーンを実施しているので、その2つについてお伝えしていこうと思います。ということで、まずは、PayPayフリマについてお伝えしたいと思うんですけども、この PayPayフリマからの公式ページを、まず読んでいきたいと思います。今週開始予定の PayPayフリマは、フリマに特化し、誰でも手軽に売買できる使いやすさを追求したスマホアプリです。特に、PayPayユーザーにとってお得な特典やキャンペーンも予定しています。また、ヤフオクで出品されている商品のうち、個人の出品や固定価格など、一定の条件を満たす商品は、PayPayフリマ上でも閲覧購入できます。そのため商品が豊富にある状態でサービスが開始されますということですね。いや、これ楽しみですよね。このPayPayフリマが実際に実現できれば、少しメルペイとかに近いスタイルで展開できそうですよね。まあ、例えばその自分の身の回りのものをこのPayPayフリマで出品して、売り上げをPayPayボーナスとしてお買い物がまたできるようになれば、物とお金の循環というのはすごく可能となりそうですよね。次にこのPayPayモールについてお伝えしていこうと思います。もうこちらもざっと公式の文面まとめまして、まず2019年10月に開始予定、そしてオンラインのショッピングモール、お得な特典やキャンペーン。PayPayモールは例えばそのファッションや家電など商品ジャンルごとに適切なデザインを採用し、検索のしやすさ、価格比較といった各種情報の見やすさなどを重視。そしてなんとですね、自宅や職場などの近辺の店舗で商品を受け取れる実店舗との在庫連携機能を提供予定ということですね。ちなみにこちらPayPayモールのイメージ画像はこんな感じですね。こちらもシンプルなデザインでめちゃめちゃ使いやすそうですよね。そしてタイトルにもあったヤフオクが半額ということなんですけども、こちらですね、PayPay連携してヤフオクデビュークーポンをもらおうということで、期間は2019年の6月の24日から2019年の7月31日までということで、もうすでに始まってます。クーポンの内容なんですけども、100円以上の落札で使える 50% オフ、割引上限額が1500円までとなってますので、一応詳細に関しては下の概要欄にリンクを貼っておきますので、もしですね、興味ある方がいましたら、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回はPayPayの新サービス、PayPayフリマ、PayPayモール、そしてあとはヤフオクの半額のクーポンがもらえるということをお伝えさせていただきました。さらにこのPayPayの今後の展開というのがめちゃめちゃ楽しみになりそうですね。ということで、本日の動画は以上です。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。